デビッドホールはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1900年に開催されたパリオリンピックに参加して800メートル走で銅メダルを獲得した。デビッドホールはアメリカ国内での優勝こそなかったが、彼はニューイングランド地方では屈指の陸上選手として1マイル走で2回、10マイル走では4回の勝利を収め、半マイル走での新記録を打ち立てていた。 ホールはブラウン大学出身者として初のオリンピック代表選手となり1900年のパリオリンピックに参加した。彼は800メートル走の予選を当時のオリンピック記録となる1分59秒0で勝利して決勝に臨んだ。ホールは途中まで2位の座をキープし続けていたが靴が脱げるアクシデントに見舞われてしまった。そのハンデにもかかわらずホールは イギリス代表のアルフレッド体操、同じアメリカ代表のジョン・クリーガンに続いて3位でゴールした。彼はこのオリンピックで1500メートル競争にも参加し、4位の成績を残している。ホールはブラウン大学を卒業した後、医学の道に進んだ。彼はオクラホマ大学で2年環境弁を取った後、ワシントン大学で保健衛生の教授となった。 第一次世界大戦中の1918年に、ホールはイタリア戦線で軍医として働き、当時のイタリア王からその働きを称賛されている。その後ホールはワシントン州へ戻って、1947年まで大学の教授を務めたという、1 6 0 9 3 4 4トル優勝した体操の決勝レースでの記録は2分1秒2で、 ホールが予選で出していたオリンピック記録に及ばなかった。ありがとうございます。